ドローンリーグとは、ドローン検定協会株式会社がルールを定める無人航空機を用いたドローンレースの大会名称である。カラフルな電飾やスピード感のあるレース用ドローンを用いて、レースの開催自体を興業とする従来のドローンレースと異なり、ドローンレースに出場する人が自ら楽しむためのレースをコンセプトとして開催されている。野球に例えた場合に、 入場料等を収益とするレースがプロ野球とするとドローンリーグは出場するレーサー自身が楽しむ草野球に相当するドローンリーグのルールは3つのルールブックによって定められているまたレギュレーションはルールブックとは別にパートとして定められている大会ではルールブックとパート番号の組み合わせで競技が行われるルールブックはいずれもドローン検定協会の 登録商標である。パートは、機体レギュレーションやレース種別、コース仕様等が定められている。パート番号の下2桁目より大きい数字でグループ分けされており、例えばパート10パート19は、コース仕様やレース種別が、いずれも同じ機体レギュレーションであるため、同じ機体で出場することができる。レース仕様は、タイムレース、着順レース、課題レースの3種類とされている。 ありがとうございます。